皆さんこんにちは。最近大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏が違法賭博に関与していたことが発覚し、ドジャースを解雇されるという衝撃的なニュースが飛び込んできました。水原氏の賭博で作った借金はなんと450万ドルにも上るそうです。当初水原氏は大谷選手に借金を肩代わりしてもらったと話していましたが、後に一転して大谷選手は何も知らなかったと前言を撤回。大谷選手の弁護士側も大谷選手が大規模な窃盗の被害者であることを明らかにし、当局に問題を引き渡していると声明を出しています。この二転三転する状況にファンは大谷選手の今後を心配する声が相次いでいるそうです。そこで大谷選手の救世主として話題に上がっているのが、同じ日本人の国際弁護士で米ニューヨークの法律事務所に勤務する小室圭さんなのだとか。一部のファンからは小室さんに新しい通訳と弁護士を担ってほしいという声が上がっているそうです。スポーツ紙の大リーグ担当記者によると、連邦捜査局の捜査で大谷選手の口座から水原通訳に資金が窃盗されていたことが分かり、大谷選手も事情聴取を受ける可能性があるとのこと。そのため窮地に陥った大谷選手には日本語が通じる弁護士についてもらった方が安心ではないかという声も上がっているそうです。 SNS では小室さんが適任だと後押しする投稿が散見されているとか。世代も近く、マスコミの交わし方も詳しい小室さん。また妻の雅子さんの後ろ盾には日本の皇室がついているので頼りになるのではないでしょうか。大谷翔平の弁護士が小室圭だったら激アツすぎるな。最高契約金、結婚で人生最高のピークの時は気をつけろ。大金入手で有頂天になっていた後は地獄に落ちるのみ。最終手段に皇室の意向を輝く小室圭弁護士に頼むことはあるか。大谷の通訳小室圭さんが割とマジで適任かもな。米国の法律に詳しく、スターの孤独と苦悩を知っており、マスコミの面倒さにも精通している。大谷の新しい通訳兼専属の弁護士に小室圭を推薦します。大谷さんの通訳は小室圭さんにすれば良いんじゃない。弁護士資格もあるし、雅子様という絶対的信頼性のある人が奥様の支えにもなってくれそうじゃん。こうした声が上がっているようですが、小室さんがニューヨーク州弁護士だからといって大谷選手の弁護を担当できるとは限りません。ただ小室さんも順風満帆とはいかない状況のようです。正式に弁護士として活動を開始してから1年が経った小室さんですが、最近小室さんの端務にシフィウスという新分野が加わったそうです。シフィウスとは対米外国投資委員会の略称で、米国企業と外国企業との取引に国家安全保障上のリスクがないかチェックする米政府機関のこと。小室さんの所属する法律事務所ではこのシフィウスの規制について企業に助言を行っているそうです。実は日本は20年から22年までの3年間でシフィウスの審査対象となる取引が世界で2番目に多いのだとか。そのため日本語ができる小室さんは日系企業への助言ができる人材として期待されているようです。また今年1月には小室さんの所属する法律事務所の給与制度の変更が米放送専門誌で報じられました。1、3年目の若手アソシエート弁護士に限り、業績や市場主導型の給与制度から定額制へと変わることが明らかになったのです。小室さんもこの給与体系変更の対象者となり、年22万5000ドル、26万ドルの給与が支払われる見込みだそうです。1年目の給与額は21万5000ドルとされていたため、最大額の26万ドルが支払われるなら、年収は600万円ほどアップする計算になります。昇給に加え、バックグラウンドを生かした新端務まで与えられた小室さん。順調にステップアップしているように見えますが、実態は厳しいようです。今年に入ってから在ニューヨークの日系大手商社の法務担当者のもとに小室さんから直接営業電話がかかってきたそうなのです。小室さんは電話越しに
ランチミーティングの機会を設けてもらえないかと持ちかけてきたとか。担当者が遠回しに断ろうとすると、小室さんは自分よりシニアの弁護士も連れていくと食い下がったそうです。しかし担当者は結局その申し出を断ったとのこと。担当者自身もニューヨーク州の弁護士資格を持っており、後で周囲に2度も司法試験に落ちる人を相手にするほど自分はお人よしではないと話していたそうです。ニューヨーク州の司法試験に2度の不合格経験を持つ小室さん、その経歴は生き馬の目を抜くニューヨークの経済界において暗い影を落としているようです。そんな小室夫妻を支えていたのが、ニューヨーク周辺で影響力のある後見人の存在でした。鶏卵最大手伊勢食品の創業者で元会長の伊勢彦信氏です。伊勢氏は焼失夫妻をノーベル賞受賞者で、気象学者の真鍋淑郎氏やニューヨークの社交界で最も有名な日本人女性である元ベニハナオブ東京 CEO の青木恵子氏らと引き合わせていたそうです。伊勢氏は秋篠宮様のご研究に力を貸していたことから、秋篠宮家と朝からぬ縁を持っています。美術品コレクターでもある伊勢氏は、博物館学を学んだ雅子さんの支援を買って出たのでしょう。伊勢氏は雅子さんが一時期インターンをしていたメトロポリタン美術館の上司で日本美術部門の責任者を務めるジョン・カーペンター氏とも面識があり、雅子さんを日本美術部門の部長にしてほしいと持ちかけたこともあったそうです。さらに伊勢氏は K さんに対しても、伊勢食品で弁護士業務の仕事がないか聞かれ、本当に困っているなら援助をしようと思っていたとか。ところがそんな伊勢氏に危機が訪れます。伊勢食品を含む2社に会社構成法適用の申し立てがなされ、負債総額は453億円に上ったのです。伊勢氏は所有する美術品コレクション伊勢コレクションの一部売却に反発し、関西人と対立、膠着状態が続いていましたが、今年1月についに東京地裁が伊勢氏の破産手続き開始を決定しました。小室夫妻にとって心強い後見人だった伊勢氏の破産手続き開始、これが小室夫妻への支援にも大きく影響を及ぼすことは間違いないでしょう。少子記者が伊勢氏に直撃取材をすると、伊勢氏は破産手続きについて広告中だと語りました。しかし伊勢氏の知人は、広告が認められて破産手続きがストップする可能性は極めて低いと指摘します。伊勢氏もそのことは十分承知しているはずだそうです。今回の破産手続き開始によって、伊勢氏は自身の所有だと主張していたコレクションも正式に手放さざるを得なくなります。コレクターとしての影響力が失われれば、カーペンター氏も伊勢氏の言葉に耳を貸さなくなるかもしれません。 K さんに対して仕事を斡旋することもできなくなるでしょう。こうして小室夫妻にとって頼りになる後見人からの支援の道も断たれようとしています。 K さんの体当たり営業の日々はまだまだ続きそうです。ここで大谷翔平選手の責任追及の可能性について、国際弁護士の清原博氏が22日の TBS 系ザタイムで言及しています。水原氏が当初、私のために支払いを決めたなどと話し、大谷の広報担当も、大谷は通訳の借金を肩代わりしたなどと説明していたことについて、清原氏はあくまで推測としつつ、おそらくこの段階では水原さんは大谷選手が何らかの責任に問われるとは思ってなかった、だからそういうコメントをしたのかもしれませんねと述べました。そして大谷選手が今後責任を追及される可能性があるかどうかについては、大谷選手が水原さんのギャンブルが違法だと知りつつそれでも送金したとなれば、水原さんの違法賭博を手助けした、あるいは加担したとして、大谷選手自身も何らかの責任に問われる可能性が出てくるということですねと一般論として解説しています。つまり大谷選手が水原氏の違法賭博を知っていて、それでも資金提供をしていたとなれば、大谷選手自身も違法賭博の手助けや加担とみなされ、責任を問われる可能性があるということです。ただし大谷選手が水原氏の違法賭博を全く知らずに
単に困っている友人を助けるつもりで資金提供をしていたのであれば、大谷選手に責任はないでしょう。水原氏の借金の肩代わりをしたかどうかもまだはっきりとは分かっていません。今後捜査の進展次第では大谷選手が事情聴取を受ける可能性もありますが、現時点では大谷選手に違法行為があったとは断定できません。ただ仮に大谷選手が水原氏の借金の肩代わりをしていたとすれば、大リーグの規則に触れる可能性があります。大リーグには選手らが違法なブックメーカーのために働いたりした場合、最低1年間の出場停止処分を受けると定めた規則があるのです。ロサンゼルスタイムズ紙は、大谷選手が借金を肩代わりした場合を念頭に、違法な賭博業者の債権回収を手伝えば事実上賭博業を営んでいることになるとの専門家の見解を伝えています。つまり仮に大谷選手が水原氏の違法賭博の借金を肩代わりしていたとなれば、最低1年間の出場停止処分を受ける可能性があるということです。ただこれはあくまで可能性の話で、大谷選手が水原氏の借金を肩代わりしていたのかどうかは分かっていません。現時点では大谷選手は巨額の窃盗被害に遭ったとして、代理人が捜査当局に刑事告訴しているというのが事実関係のようです。つまり大谷選手は自身の口座から無断で多額の金銭が引き出されていたことから、水原氏を窃盗の容疑で刑事告訴したということですね。今回の一連の騒動で大谷選手の名誉やイメージが傷つくのは確かでしょう。ドジャースの選手たちにも動揺が広がっているようで、球団は選手を集めて疑惑報道について伝えたそうです。ただ現時点で大谷選手に違法行為があったとは言えません。代理人を通じて刑事告訴に踏み切ったということは、大谷選手に違法行為がないという自信の表れとも言えるでしょう。今後は捜査の行方を見守るしかありませんが、大谷選手には一日も早く疑惑が晴れ、これまで通り全力でプレーに打ち込んでほしいものですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。